その声は安倍の生命
が因縁じゃ。共にこの魔界に落ち、共にこの魔界を守る。しかしな水明よ、守るだけではどうすることもできるな。そうは思わぬか。今こそこの魔界は冥界と同じ力を持つことが必要じゃ。どのような堅牢な城もいずれは必ず落ちる。天下の名城大阪城、徳川の手にあえなく落ちた。守るには、おとなしく葵様をこちらにお引き渡しになってください。
この娘の力、わしも以前見たことがある。せいぜい、その娘、こちらに引き渡す。渡せないよ。渡せるな。娘の居場所を知っておる。葵の。やはり冥界に落ちてはおらなんだようだな。いや、空気の策であろう。私には通用せぬ。よいか、娘を助ける。最後の機会だ。ガラシャは葵のようだ。すめば殺す。今しか救うことはできぬ。居場所を教えてやる。お父さん、早く逃げなせ。お父さんも一緒に。わしは釘様からことづかった約束がある。それを果たすまでここを向ける。とりあえずお前はここから逃げて、篠谷で木の丸と一緒になるんじゃ。二人の術で正門を復活させよう。やり方は先ほど教えた通りじゃ。二人の術が合わされば正門は昔の記憶を取り戻す。時間がない。わしも必ず役目を果たして必ずこねる。さあ早く。私は何も怖くない。